田舎移住の嘘本と築150年の古民家を買っちゃった夏美です。安心安全な農産物を販売している直売所に久しぶりに行ってみると、こんなに可愛いお店ができていました。コーヒーを買おうと思って覗いてみたら、こんなに美味しそうなプレートが。和食の方は売り切れていたので、米粉のパンの方を注文しました。コロナの影響で取材入っても全部一応お断りはしてるんですけど。ああ、なるほど。そうなんです。ちょっとなんか厳しいなと思いながら。そうですね。そうです。もうちょっとやっぱみんなPR してほしいということで、今日も取材どうのこうのって言われるんだけど、ちょっと NG。でも今プレオープンなので。ああ、そうなんですね。はい、オープンまで少し、はい、時間取らせていただいた方がいいかなと思ってのオープンなので。あ、なるほど。はい、で10月の25日に、はい、ここの20周年ございまして、それがあるので、はい、20周年の時に、はい、もしかしたらコロナ収まってないかな、ね、だから大々的にPR させていただくっていうこともできるかなと思っております。はい、早く。米粉パン美味しいですよ。わあ、美味しそう。米粉で、このトマトもうちの自慢の直売所トマトで美味しいですよ。そしたらこれそのまま、そうだね、はい、食べていかれるのならおしぼり出します、ね、はい、ありがとうございます、はい、どうぞ。失礼いたします。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、ありがとうございます。はい、どうぞお召し上がりください。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、話しますね。はい。ここに乗ってるのって、はい、麦茶とかほうじ茶とかですか？どれかな？この写真に写真の載ってる。タンポポ。ありがとうございます。最後までご覧いただきましてありがとうございます。田舎移住の嘘本と夏美でした。